ジョーこと、ジョアン・アウベース・デアシス・シウバは、ブラジル・サンパウロ出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。元ブラジル代表。2017年のカンピオナート・ブラジレーロ MVP、および、得点王。2018年の J リーグ得点王。16歳の時、コリンチャンスでキャリアをスタート。18歳の時、ロシアに渡り、在籍2年半で77試合44ゴールを、残した。 2008年、当時のクラブ史上最高となる遺跡金1800万ポンドで、マンチェスターシティが獲得。しかし結果を残せず、2009年2月からシーズン終了までの期限付きでエバートンへ遺跡。ここで12試合に出場し5得点を挙げ、シーズン終了後にはレンタルが1年間延長されたが、クラブの許可を得ずに、ブラジルに帰国し、禁慎処分を受けた。 その後レンタル移籍期間が短縮され、マンチェスターシーに復帰、直後にガラタサライにレンタル移籍した。その後ガラタサライでの活躍が認められ、マンチェスターシーに復帰した。2011年7月にインテルナシオナルへ移籍し、ブラジルに復帰。この頃から資料が増え、練習の遅刻、遠征に参加しないなどの問題行動が目立つようになる。 2012年5月には事実上の戦力外通告を受けアトレチコミネイロへ移籍した。エイミネイロではロナウジーニョラと協力攻撃陣を形成し、2013年のコパリベルタドーレスでは7得点で大会得点王となり、チームの優勝に貢献した。しかしその後は飲酒、夜遊びの悪癖がぶり返し、妻からは離婚を切り出された。2014年には、 同年の W 杯のブラジル代表に選出されるも、良いところなく、大会終了後は気落ちして、さらに生活が乱れた。2015年6月に当時エミネイロを率いていた、レビー・クルピから戦力外通告を言い渡され、7月1日、UAE のあるシャバーブへ移籍した。2016年2月5日、中国サッカースーパーリーグのコースソネーへ移籍する、ことが決定し、 2月12日に正式発表された。しかし、制裁を書き5ヶ月で退団した。2017年、古巣のコリンチャンスと2年契約を結ぶ。同時期に酒を立ち、妻と復縁して、新規一点。フィジカルトレーニングに励んで、コンディションを取り戻すと、同年のセリエ A で18得点をマークし、得点王と MVP に選出された。 また公式戦61試合25ゴールを記録した。2018年 J1 リーグ名古屋グランパスに完全遺跡で加入。遺跡金は1100万ユーロ、年俸は約4億円と報道されている。開幕戦となった G 大阪戦で J リーグ初出場、初ゴールを決めた。第20節 G 大阪戦で J リーグ加入後初のハットトリックを達成し、 第24節の浦和戦でも2度目となるハットトリックを達成、8月だけで10ゴールを決めた。第26節の長崎戦で2得点を挙げ、J1 では G 大阪に所属していたアラウジョが2005年に記録して以来13年ぶりとなる3試合連続マルチ団を達成した。その後は第18節札幌戦、第33節サンフレッチェ広島戦で得点を 上げ、得点ランク1位で最終節に臨んだ。残留争いの直接対決となった最終節、湘南戦では0から2と2点ビハインドで迎えた67分に、自ら獲得した PK を決めて1点を返すと、75分にも PK を決めて2から2で、試合終了。チームの J1 残留に大きく貢献し、24得点で J1 得点王に輝いた。 また、J1 残留が決まった瞬間には安堵の涙を流している。2019年は開幕戦から2ゴールを決め、5月12日までに5得点を記録していたが、同22日のルヴァンハイ、ビッセル神戸戦で右足首靭帯を損傷。3週間後の第15節、大分トリニータ戦で復帰するも、痛み止めを打っての強行出場で、復帰後は1得点に終わった。 2020年6月21日、名古屋から契約解除が発表された。対談と同時にコリンチャンスに入団したが、この遺跡に関してグランパスは、ジョーが無断で帰国し、コリンチャンスに移籍したとして、訴訟を起こした。2007年6月5日のトルコとの親善試合で、ブラジル代表デビュー。2008年には、北京オリンピックに臨むブラジル代表に選出され、 主に控えとして出場。3位決定戦のベルギー戦では2得点を挙げ、同メダル獲得に貢献した。2008年以降は、代表から遠ざかっていたが、レアンドロ・ダミアンの負傷により、FIFA ・コンフェデレーションズカップ2013に臨むブラジル、代表に追加招集され、グループリーグ初戦の日本戦では途中出場し、代表初得点を挙げた。2014年に 2014FIFA、 ワールドカップブラジル代表に選出され、グループリーグ第2戦のメキシコ戦、決勝トーナメント1回戦のチリ戦に途中、出場した。日本食が大好物で、上位枠チェスカモスクワ時代に、現地で初めて食べて以来大好物だという。特に好きな日本食は寿司。グランパス対談後、日本について、日本人は冷たく閉鎖的であるなどと語った。ありがとうございます。